横浜市営トロリーバスは横浜市交通局が運営していた無機乗電車である。日本で最も遅く開業し最後まで残った都市型トロリーバスであり起伏の多い横浜駅北部の住宅街を一周する環状運転を行っていた。横浜市営トロリーバスは1959年7月16日に12両で開業した。開業当初は時は園前から 横浜駅西口を経由して、三沢西町で折り返し運転を行っていたが、同年12月に三沢西町時わ円前館が開通し、横浜駅西口を起点とする環状運転となった。運行系統番号は101系統と102系統であった。開業当初よりワンマン運転を実施。1964年の東京オリンピックでは、三沢競技場が、 サッカー会場となり、選手や観客の輸送に活躍した。横浜市電の累積赤字が原因で、1963年には横浜市電を廃止し、トロリーバス化することが横浜国際高等建設総合機関計画、改定版に明文化された。しかし、これは市長の交代による計画変更で実現しなかった。1961年度からは、 トロリーバス事業は黒字であったが、他部門の赤字を補填できる規模ではなかった。また、国道1号と国道16号を走行するため、トロリーバスも交通渋滞に巻き込まれるようになった。1966年10月には、横浜市交通局が財政再建団体に指定され、交通事業財政再建計画により、市電とトロリーバスの廃止が計画された。 1971年度にトロリーバス事業は再び赤字に転落し、その年度末である1972年3月31日に最終運行を行い、横浜市電と共に全廃された。また廃止の理由はこの他にも、モータリゼーションによる自動車の爆発的増加で慢性的な道路渋滞の影響が発生し、トロリーバス、市電ともに、 定時運行が困難となっていったこと。車体の更新時期を迎えたが、バス1台約350万円に対し、トローリーバスは1両約1200万円であったこと。市電と共用だった変電所を市電廃止後は単独で維持しなければならないことなどが挙げられる。廃止翌日より、横浜市営バス201.202系統が代替運行され現在に至る。 横浜市営、交通80年市横浜市交通局2001年、P224? 横浜市営、交通80年市横浜市交通局2001年、P226? 横浜市営、交通80年市横浜市交通局2001年、P2261947 年時点の赤字は6031万円、1972年時点の 累積赤字は91億5125円。横浜市 A、交通80年市横浜市交通局2001年、P234、横浜市市二第三館横浜市2003年、ピアニッシモ263から266、三上康彦、横浜市無機乗電車、鉄道ピクトリアルナン、no. バー279、ありがとうございます。